今ご機嫌いかがでしょうか木辺夏樹ですこの時間は第2回定型杯春泳戦決勝3番勝負第2局の模様を東京市谷の日本棋院会館流星スタジオよりお届けしますさて本日の決勝3番勝負を解説していただく方をご紹介しましょう解説は鶴山敦氏八段です スレームよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますこちら一力規聖ですね、はい、表情などご覧になっていかがでしょうまああのいつもの出会い前の引き締まった、はい、普段は結構にこやかなんですけどねそうですよね対局の時はキリッとした表情ですね、はい、マスクがねいつもだいたいネクタイと合わせてあ本当だ今日もブルーに混ませていて、ねはい、おしゃれなんですよね,いいすねい爽やかで素敵ですね対して芝の名人ですね、はい 表情などご覧になっていかがでしょうか。まあ、島野さんもいつも通りかなという感じですかね。結構、あの、いつも落ち着いた感じで。そうですよね。はい。を、はい、マスク取りましたね。そうですね。対局中はおそらく。やっぱりちょっと苦しくなりますからね。うん、そうですよね。一力遼規制の千万です。コミヤ六目間。持ち時間はそれぞれ二時間。五分前より六十秒の秒読みとなります。それでは、始めてください。 お願いします。よろしくお願いします。黒十六の四、右上隅星。白四の十六、左下隅星。黒十六の十六、右下隅星。 4の4左早住星黒3の17白4の17黒3の16はいそれでは鶴山八段、はい、局面の解説の方よろしくお願いいたしますはい でしまあここまで二人とも2連戦ということですけれども今回あの前回第1局目だったので握りがありましたのでそれほど深い作戦は、はい、そうか手番あったと思いますけども、はい、今回一力さんが千番ということで一力さんとしてはある程度布石の。 計画と言いますかね、はい、立ててきているのかなという気はしますけれども早速図形ですかこれはどうなるあ、伸びになりましたね抑えると少し激しくこぶつかっていって伸びてということになるとまた出切っていって激しくなるんですけれどもこれかなり解説も大変な良 <laughs>、はい、かったですね調節 <laughs> になるかと思えたんですけれども島の名人はほぼ 考慮時間使わず伸びを選択されましたね。はいうん、それでも予定通りかなという感じです、ね。なるほど、この進行も予想してというところでしょうか。で、はい。貼って 伸びたところまで現在は進行しています、はいまあ大一局と同じように、はい、あの柴野さんの方が厚みを作って一力、はい、さんが地を稼いだという,うん、うん、どちらかというとやっぱり野さんは厚みが好きなタイプですし、はい、やはり攻めで力を出したいというところもあるんでしょうかそうですね。やっぱ力強いですしね一力、はい、さんは結構実利が好きというんですかね先行逃げ切りタイプでありますのでしのぐのもうまいですしねお二、はい、人の <laughs> 特徴の出た布石かなという気がしますね。はい 現在画面下に出ております数値は AI の評価値となっておりましてコミは6目半対局スタート時には白が51の状態からスタートしています。ということで、まあ、ほぼ変動なくという、はい、数値となっています。 島野さんはここ、最近ずっと星しか打たないんですよね、はい。あ、そうなんですか。はい、そう,いうイメージがあるので、普段は、こう、まあ、ここ最近という話でしたけれども。はい、以前はそこまで星だけという、棋士でもなかった。ないでしょうか。ないと思うんですけどね。うんうん、はい、最近本当にもう、二年生しか打たないイメージがあるので。なるほど。逆に一力さんからすると、作戦は立てやすいんですよね。そっか、二年生で来ると分かっていれば。はい、かなり研究の、こう、しないといけない範囲は、狭まってきそうですよね。まあ、ただ、絶対二年生打つのかどうかを、<laughs> 教えてもらえないですからね。<laughs> はい <laughs> わけかもしれませんから、ね。<laughs> いつか変えてくる感じでありますけど。<laughs> そしてしろ上に三三入りとなりました。右辺の方から抑える方が自然ではあるんですけど、ただ右辺の方から抑えると大きな模様になりますよね。幅が広くなりますもんね。はい、幅が広いと G になった時すごく大きいんですけど、はい、逆に言うと相手からも荒らしやすいという弱点もあるので。うそうですよね。逆に上辺の方から抑えておいて、はい、少し引きつけてから右辺を模様にするという。 ちょっと狭くなっちゃうけど荒らしづらいんじゃないですかという幅に、はい、そういう手もあるので、はい、難しいところですねまあどちらもあるというところなんでしょうか、はい、あると思います、はい、白16の3黒14の3、ね、そうですね一番分かりやすい手ですね、はいはい、先ほど例に挙げていた一軒飛び選びましたね、はい、白14の三飛び 柴田さんは比較的この一見飛び好きなイメージがありますね。そうなんですか。はい。まだ,だ一段落には見えないですよね。まだまだそうですね明らかにこう黒から狙いたいところもありますし、はい、手抜いていいのかなという気持ちにはなりますが、白がもう一手かけかけるときにあのこすんで、はい、ディりリに対する補強みたいな感じでこすんで守るんですけども、はいはい、もう一手かけた時には一見飛びは結構優秀なんですよね。あそうなんですねということで黒は押しから手を。はい 続けてきました。ちょっと黒も手を抜きにくくなるんですよね。うん、今度は。まあ、ここでピタッと繋ぐ手もなくはないですけどね。あ、元に戻すみたいな感じですね。はい、<laughs> はい、コスミで打たれました。白十三の二。で、この一本の押しだけでは、黒としてはきかしではないですね。はい、次に跳ねられると。先ほど白がコスミで手を入れるとお話しされていたので、はい、まあ、結局あんまり変わらないです、ね。そうですね。ここで手抜いてしまうと。のなので、今、今実戦かけてきましたね。はい まだ二つほど定石を打っただけなんですけれども、はい、結構なんでしょう曲面が狭まってきたように見えるというか。はい、それなんとなくあの、うん、あと右辺を打ったらもう <laughs> 空き場所がだんだんなくなってきちゃうよ。左上方面はそれほどなんか大きなところはなさそうですし。すよね。なんかおどちらも価値が低そうと言いますか。はい、右右辺から下辺にかけてがこの後すごく重要になりそうなころですかね。はいうん 黒十三の手からも決めに来ましたね。白十四の二次。白の割り打ちの位置なんですけれども、はい、あの星下が基本的には真ん中っぽいああ。確かにそうですね。ちょうど真ん中でどちらにも開けるという形ですけれども、はい、右上に黒がたくさんありますので、やっぱりそこの黒のパワーがすごいので、はい、若干やっぱり力が強いところから離している印象です、ね、なるほど右上に敬意を表して少し下に。はい やっぱ相手の強いところからは少し離れた方がいいので。黒十七。例えば、もし一郎上の星の横に割り打っていたら、はい、黒も詰める方向は逆可能性が。そうですね。もちろん、あの下辺の方から詰めていくことになるでしょうね。はい。実、う、践、んはい、をつけから。白に十六の九。つけ。目もこちらにね、はい、つけていったんですけども。この間に打ち込む狙いがあるときには。 こう固めちちちゃゃううのででょっっっとももたいなくなくんですけども例えばここが星だけとかだったらちょっとこ,です、ね、かこの場合すごく強いので、はい、ここは相手の字与えてもいいですよっていうところなので例えばこうなってこうなるとすごく強くなりますけど、はい、強いのと強いのが近いのでどちらかというと黒の厚みが重複してるという言い方をするんですけども。うん ちょっとね黒の力は出し切れてない感じがありますね、はい。なんか厚みを生かしきれていないような印象も受けます、はい、なのでこういうところは結構上からつけていく手が有力なんですよね、うん、で引きならまあ穏やかですね例えば今度こういう手でも、はい、ここだと一回曲げて伸びとかなら手を抜いてこちらに先着することができるんですよね、うん、<で>これが羽根と引きの違いでしょうか引いてもし受けてくれても こちらではなく今度はこちらに何かどう打つか難しいですけどね、うんはい、先着することができますでこう跳ねていくと来た時にここに断点が残るんですねでもし繋いでしまいますと、はい、これ手順を変えると引いて引いた時にここに打っち,ちゃったんですねちょっと手をかけすぎているようなそうで、ね、さっきこっちにも打てましたからね、はい、なのでこう打ったからにはこう伸びで守りたいんですねうん、うん、一応まあ切られても現状ですと、はい こちらから押さえて、接合いはいけそうですよね、はい。伸びちゃうとこれ負けちゃうんですよね、はいはい。ただこう押さえていきまして、このように下から打てば、はい、まあこう引いておいて一応無事なんですけど、はい、逃げることもできなくはないかなぐらい,、ねはい。できなくはないんですね。<laughs> なので一応味として残ってますし、ちょっと気持ちが悪いと。はい。なのでこう伸び切りでま完全には守れてないんですよね。はい、なので。 こう、引かれた時に、次の受け方が、これならしっかり守れてますけど。ちょっと悔しい。こちらに先着されますし、伸びだと難点が残るということで、実戦は。黙って引きましたね。ただ、こうなると、白は一本きかしとみて、こういうふうに。先着することも。はい、できますかね。まあ、あとは、つけるような手も、考えられますし。この後に、今柴田さんは、考えられてるかなという気がしますね。白番の、柴の虎丸名人です。 1999年11月9日生まれ、神奈川県出身。2014年入団、2019年降壇。2023年の成績はここまで13勝10敗。今期は予選1回戦から出場。A リーグでは5戦全勝で勝ち上がり、決勝3番勝負進出です。ということでシロバンの、はい、手話の名人の印象はいかがでしょうか。まああの本当になんていうんですかね。 手厚く打って一気に襲いかかるって言いますかね。もうなんか力を出される形にしたくないです、ねはい、しょう。そうしょうね終わりだと思いま <laughs> <laughs> 結構あのまあプロの石は死なないっていうふうによくありますけど、うん、島野さんが相手だとよく死にますね。そうですよね。タイトル戦でもかなりの威势を仕留めていたり、はいと,、はい、とんでもないパワーを言っていますよね。読みがすごく鋭いですし、うん、あの襲いかかった時のパワーはすごいものがありますね。はい 前期も決勝三番勝負に進出していまして、はい、許可元十段に敗れておりますので、はい、VTR などでもあったと思うんですけれども、うん、リベンジに燃える今期三番勝負となっています。うん、そうですね、はい、けままを伸ばしましたまた 2023年の成績がここまで13勝10敗ということで芝、はい、の名人にしてはちょっとという成績なのかなと思ってたんですけれども、うんはい、蓋を開けてみたらそのうちの6敗が一力遼棋生ということで <laughs> <の> <laughs>、はいいななければみたいな <laughs> そんな感じの成績のようです。 先日の帰省戦でねあ,あのー、そうなんですよね今年に入ってから帰省戦が打たれていますのでの、ね、島野さんが挑戦して一撃、はい、さんがあの防衛を果たしたという四勝二敗のスコアで防衛を果たしています、はい、この二人の対局はねよく見ますからね今年に入ってその帰省戦含めいはい、8局くらい帰省戦以外でも二局当たっているみたいで <laughs> <laughs> どの帰省でも本当に上の方でしかもお二人とも当たっているカードですね,ですね大事な対局が多いですからね 外側から押さえてけかけ継ぎ,け継ぎ部分的にはこう見かける形ですけれども、はい、割り打ちがあるのでちょっとこの後の打ち方がそうですねやっぱり簡単に割り打ちの石と渡られたくはないので、うんうん、例えばここで隅の方を守ったりして渡られるような展開は黒としては、はい、そうですね白としてはそれならしょうがないかなという、うん、大体生き形になりますので。はい その間は咲いていきたいところでしょうか。そうですね。ただ抑えると視聴、はい、が、そっか視聴が、切られた時の視聴が白がいいんですね。はい。何も準備せずすぐ切る手がありそうです。そうですね。黒板の一力両棋生です。千九百九十七年六月十日生まれ、宮城県出身。二千十年入団、二千二十年降団。二千二十三年の成績はここまで二十一勝四敗。 今季は7台タイトルホルダーとして予選決勝から出場。B リーグでは5戦全勝で勝ち上がり決勝3番勝負進出です。黒番の一力規制印象はいかがでしょうか、はい。もう本当21勝4敗ですか。いやーとんでもない成績でびっくりしちゃいました私。そのうちの2局はあれじゃないですか <laughs> でも規制戦の7番勝負で負けてるので,で <laughs>、はい、実質まあ含まれた含まれないと言ったらおかしいですけども負けても特に。そうなんです あの棋戦が敗退するわけではない、二敗なんですよね、はい。え、この残りの二敗なんですけれども、はい、え、井山裕太、こう陰謀と。はい、あと、先日放送がありました、はい、N. H. K. 杯の決勝が。<あ>はい。あったみたいでして。そうそうたるメンバー、の対局を。はい <laughs> そして直近10連勝中ということで、うんはい、日本棋院のホームページでその成績見ることができるんですけれども、ね、対戦相手とかを見てもこれで真っ白なんですか <laughs> というような内容になってるんでちょっとぜひ見てみてください。うん、前期の定型杯では芝の名人との直接対決が原因といいますかリーグ戦でそうなんですよねはい。 それが原因でこう予選を抜けですということで決勝で負けたとかではないんですがこちらはこちら規制は規制でリベンジに燃れているという形となっています。これ優勝しちゃうともう出れないんですよね。そうなんですよね。唯一それだけが優勝ちょっとしたくない理由になるかもしれないんですけれど柴野さんとしては毎回準優勝を狙ってる可能性がずっとこの棋戦の顔として。 黒十七の十七。そしたらもう二十五歳になった瞬間に優勝を決めて卒業される。十六八の十六。<laughs> それは冗談ですけれども。当たりを決めてやはり簡単に渡らしたかないのということでうから、はい、飛びを一歩打ちました。2> 2白もここで切り取りですね。白十六の十七切り。これ黒は逃げれないので、ねはい、一目捨てるぐらいですね。黒十五の十七。 白、十七の十八取り。まあ、当ててきたら。別に、絶対つがないですからね。あの、怖くないぞという感じの打ち方ですね。また、この形ですと、隅の死活としても、ちょっと余裕がありそうなので。はい。そうですね。その,のところはい。はい。そうですね。ここで黒手抜きとなりました。上辺の西がちょっと孤立してるんですけどもそうですね。あの西、どのように扱っていったらいいのか。<laughs> まあ、これは、白としては、結構軽めに見てますね。はい。まあ、今跳ねてきましたね。 例えばこう二個ともどっちも全部しっかり助け出そうみたいな動きは今後あまりしなそうな、ね、そうですね黒からも取りに行くのは結構難しいんですよねそうなんですね。こ、はい、の辺の二線が空いてますよねはい飛んだところですね、はい、あそこ伸びられるとちょっと抑えていくのも難しいのでうそうなると意外と連絡する可能性が出てくるので疲れをここで決めきました ねねたた瞬間に来ました、ねはい、少しこう意外なタイミングというかの急いで聞かしたかったのかはたまた羽に受ける気がないということもあるんでしょうかま。まあ手を抜くてももちろん,ん当てられてもその一目を軽く見れば、まあ、封鎖できますので、はい、あこれはここまで利かして戻りなのか白も受けるかどうか分かんないです証が あるとは言い難い、うん、まあつなぎなら苦労としたきかしですしうん、うん、反発してくればそれでそれでここから戦いを起こしますよというなるほど一駅さんに覗かれたつなぎ <laughs> ちょっと対戦相手今加味してましたね <laughs> <laughs> どうでしょうねいや反発したくもなるんですけど <coughs> あ、はいこれは反発しそうな気配もありますかすね38跳ねてつな、はい、がないときはここから行くんですね 2> 黒2の18ありました。掛継げてもはっきりもありますね。からはい決めていきました。白2の17切り切ったところですけれども、はい、これは普通にこういう,ふうに打たれたら取られるんですね。はい取られます。はい。ただここに当てていく粘りがちょっとあるんですよ。 ま抜けば普通かもしれませんが、はい、こう当てて行って、はい、まあ、仮にこうが白が勝てるとしてつと、はいはい、つなぎますと、こっちにこう打った時に、目がないんですよまだ置かれると、あ、そうですね。ここで黒が何か手抜くと、目がな,くなってしまいます。すよね、まあ、つなぐ前にちょっとこれを聞かそうということですね。うんうん、で例えばあのマクリに対して下がりますとやっぱりこれも、はい、<laughs> このねわ粘りがあるんですよ。これ結構大きな黒としては負担が。はい。 やっぱり黒の方が負担が大きいので全部ちゃうかしてちょっと鬱陶しいんですよねで、逆から当てればこれこの味はなくなるんですけども、はい、あ、今度放り込みは当たりの形なので、はい、取れますからねただこう当たりしては抜くとやっぱり放り込まれちゃうんでつなぎぐらいですねそうすると今度は後に1ヶ月来た後にこの押さえがまた先手になっちゃうんですよ もしこういう形だったら効いてないけれど下から出ちゃってるので、はい、これにもう一手受けなきゃいけなくなっちゃうので、はい、もう一いますはい。ちょっと様子を聞いてる感じなんですねでもう一つはここに切る手もあるんですそ、はい、そうですすよねそっちの切りりも非常に気になりますがこっちから絞っちゃってこう2目取って振り替わろうという感じですねこういう切りとかだったらこちらも大きいですよとはい なので、まあ、ちょっと覗いた瞬間に、これが寒く軽い軽いので、その瞬間にちょっと様子を聞いてる感じですね。うんはい、実戦はでも、急に激しくなってきましたね。白十四に跳ねて切って。やっぱり黒もこれは効かされなので、うん、こっちから出て,ていきたいんですよね。はい。で、白もすぐに仕掛けていきまして。はい、こう取って、こちらに来ましたか。はい。まあ、というよりは。 て連打してますみたいな形ですけれどもれ <laughs> 部分的にこういうふうに打っておけば、はい、ほぼ止まってはいるんですね。なるほどこれ例えば続けて,打っても、はい、こう打てば、まあ、こうとかこうとかですね打てば止まるんですけど伸びるととりあえずこう取られちゃうので <laughs> そうですねこうが絡んでくると話は別というか。黒からの動作ってまあこの辺にあるんですけどちょっと打ちにくいのと。はい ここどこどまで受け続け続確かにまた出て切ってとか打たれたら、はい、結構コウ材豊富そうにもちょっと白の方が気楽なんですよねこれ取って、はい、例えばこう切って取ったとしますよねすごいいっぱい取ったように見えるんですけども、はい、別に元から見ると、はい、実はこの1目をこう切って取っただけなんですよ。えそうななんんでですすかか、はい、あの形これと一緒なんですか今こうやった時にこういう状態でしたよね。はい、はい 今切ってたんですけども当てた時にここに切ったのと同じなんです実はえ、そう,う,う言われちゃうと取っただけなので急に魅力を感じなくなってきてしまいます,なん,すなんかいっぱい取ったように見えるんですけども、うん、なので、まあ、後ろとしてはちょっと気楽な子なんですよねそうですね黒実戦はこうでって、はい、こう打っ,て 2> 2って当てて2に取りましたね打ちました これは切ると、また当たりがきいちゃうので。そうですね。この交換は白のが得だというふうに言ってるんですね。うん、はい。恐らく白ももう、気合の連打ですかね。うん、振り替わりになりますか。はい。もう、まあ、ここでつなぐ。つなぐ手もありますけど、あ<ー>まあ、おそらく勢い的には。うんうん、こっちですかね。こうなると、今度はこっちの黒も弱くなって。きます、ね、本当だ、強弱関係がちょっと逆転しているようにも見えますね。はい、まあ、でも、ちょっと急に激しくなってきます、ね。そうですね。はい。まあ、まだね、序盤なので、はい、あんまり、あの。 自分の想定外ってことは起きにくいですねこの二人ですとそうですよね、はい、まあもしちょっと悪かったとしても、はい、全然この後自分が選んでその道をいってる感じですからね、はい、うどうにでもなるしというようなこともあるかもしれません,ん本日持ち時間2時間の期戦ということで対局中に席を立つことも可能となっています白13-16かね どう思ってるんでしょうねお二人お互い確かにそうですねもう顔を見,う見たくないのか,い,のか <laughs> いつでも会いたいのか <laughs> <laughs> あ候補にはちょっと上げていなかった選択肢が出てきました,ました飛びですねなるほど大きく攻めるという感じですね切るのではなくつないでくださいとはい切るとやっぱりそのちょっとその ちっちゃくせられちゃうので段差がこうあるところが気になるですかね、はい、こういうふうに打つんですねこのあたりがやっぱり落ち着いてるというか局面を広く見ているからこそですよね、うん、こういったこれが繋がれてしまうとなんか何も残らないようにな心配があるんですけども、はい、まあそれはそれで大きく攻めれば十分元は取れるという風なですよね、うん、と先ほどのこちらの画面には出てないんですけれども、はい しっかり a イの候補師と一致しているそうとしてなるほどす、ねはい、さすがですね下をどうするかですよねそうですね結局やっぱりどちらが先着どこに打つのかというのは気になりますが賭けですかはい。<laughs> これ一番部分的には厳しい手ですね島、はい、の名人はですね今年 第61期十段戦で許可厳十段を破りタイトルダッシュされまして、はい、一駅規制をこの芝の名人を相手に規制の防衛を果たしたということでまだ今年も前半戦なんですけれども、はい、お二人ともタイトルをダッシュ防衛という形で獲得しております。サイフェンのまだ空いてるので、ね、はい、いやまあ、ずっと気になります最後は。<laughs> <laughs> なので、そうだね。あの受けてくれるとは限らない。なるほど。黒もそのあたりはちょっと考えながら。はい、かけてすごい苦労してちっちゃい気になるなら、はい、もうかけていくんですけども、うん、いつ手を抜かれるかわからないっていうのがね、一つ、はい。ここで白がまあ手をかけるのかのかけないのかというのも、はい。でももう決めていそうですね。あ、そうですね。打つって決めてる感じですね。白さこれは一旦辺の方に頭を出そうという。 狙いでしょうか。はい、こち、はい、も飛びで打たれました。はい、上辺に対してはこちらの方が一歩早く進んです、ね、ます、ね。進んでますからね。はい、まあ先ほど少し戻って、この手でここだけ見るとこう膨らむのが一つね形なんですけれども、伸びられていてもこの狭間の間なので止まりにくいんですよね。はい、例えばこういういれに打ってもつけぐらいから。 全力で止めに行ってみますが、はい、どう打つか難しいんですけどまあ、はい、張って伸びとかですかねこうなるとちょっとやっぱ黒もバラバラな感じがしてきますよね、はい、この三子が危険な香りがします、はい、なのでちょっとハザム出られると飛ばれにくいんですよね、うん、ということでこちらに打ちまして白、はい、としては大体こう打てばおそらくこの白は死ぬことはなさそうなです、ね、取っておいて、うん、まあこういう手なら まあこ,ういうこの辺りもありますしここにもありますしここにも眼ができるので形は死ぬことはないんですけどただあんまりここでね苦労して生きると黒が厚くなっちゃうので例えば今こういう時とかですと例えばこうなって一生懸命こういうふうに生きれば死ぬことはないと思いますけどかなり黒が厚くなるのでちょっとこれ白はつらいんですよね。なのでまだ生きる前に少しこちらにもまだ余裕がありますからね。 をを固めなながら生きる手じゃいい形を目指ししてというとうころでしょうか、はい、ただ飛んだの、まあ、伸びならね、はい、あのこちらは大体止まってるんですけどもただ後にこう張って伸びなら飛びぐらい打てばに脱出できるので、はい、もしかするとこの辺りで手を抜くような手も、はいあまあ、こちらも打てば生きるし、はい、もう一手打てば生きるので、はい、例えばこちらに先着するようなこともあるんですね。黒としてはこの厚みをすごく生かしたい。 確かこれせっかく厚み作ったのに、ここが白の鉄壁の形とかになってしまうと、あまりいかせかも働かないですよね。はい、なので、まあ、できるだけいじめてから、他のところに向かいたいんですよね。確かに、ここに先手で厚みを築いて、向こうに向かったら、かなり働いてくれる感じ、はい、ですね。まとめて二目取れたりするかもしれな、はい。成績に見えます。はい。まだいっていってこう、繊細なと言いますか、手を抜かれるかどうかというのは。うん、実際とんなんで、一歩先に進んでるんですけども、はい、ここはね、まあ、実際打ちましたけど。うん 公式になると思うんですよね。すごい止め方。あんまり見たことない,い。止め方。はい。例えば、こう素直にいくと。こう当てられて。なんかこれはこれで一応手筋っぽいというかあそうですね。こう,打ってこういう形も見えますけれども。あすみま,せんまあ引けば。止まってそうに見えず、またこっちから出られちゃうんですよね。ああ、またそうか。抑えたいけど、はい、これが抑えれないと。はい、で、こうなると。そうですね。ちょっとっ黒も断点があります。はい、まこう打てば大体百パーセンの域になりますからね。 なのでちょっと止めにくいかなと思ったんですけども一戦はそうかなるほど用意の手がありましたねさらに面白い形になりましたねあまり見たことこれ例えば出ていくとどうなるかやってみましょうかねこれ何ですかこれどこから行くんですかこれも押さえですかねもう一回出て押さえて切ってきたりするとこっちから当たらちゃいますからねこれは罠ですねはい当たりしてつないで これは本当命の危険がありますね。はい、うんうん。はい、はい、で絞られてますからね。ということは、白はここで一旦戻らないといけないですか。そうですね。こう出て出て出て。戻れば無事ですけども、それなら。はい、確かに。止まってますよ。という綺麗に止めれている形にも見えますね。うすねそうですね。一応部分的には止まってそうですかね。うん、辺にもこうかぶさったような。止め方で。はい、なるほど。ほどただ白ここで。手を抜くということもまた。 ななるるほほどちょっと外と変わったので今は作りやすくなってますからね。あとはこの辺りにって入れておけば非常に手厚い。あんまりこう出て出てとかやっちゃうと相手を固めてしまうと。あとは出てオえてつなぎぐらい打っておくというのはこちらの出ではなく単に繋いでこれで手を抜けそうですかねこういう手もありそうですし。 もちとしてはもうあまり破りに行くというよりはどうなる、はい、けるかという感じですかね。<laughs> はい、一息規制の様子などをご覧になられていかがでしょうか。まあでも本当にちょっと前後に揺れてるくらいで、うんはい、リズムを取りながら考えられている感じですかね。うん、はいシの名人はいかがでしょうかと聞くまでもなくなんかあんまり変わってなさそうな、はい、<laughs> <laughs> 気もしますが。 あ、でかい捨てが。クロゴの十二。